おざす。オナバリカルティバドロー4モニターの黒田義恵です。今日は、三重県、熊野市にある、川崎当選さんに、お世話になりまして、熊野の沖磯野にやってきました。私三重県、初めてになるんですけど、今日は、こちらオナバリから発売されているドロー4を、使用して熊野の沖磯で、ギングを楽しんでみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いっぱいいる。フラッシュジャンプになります。ランナーする際には非常に便利なアイテムとなってます。ドロー4 3.55 ノーマル、これで探ってみたいと思います。では早速始めてみたいと思います。まずは、ドロー4、3.55 ノーマル、カラーはアップル版オレットになります。朝一赤非常にアピール強いんで、活性高いイカがいればすぐに、釣ると思います。あと視認性もいいんで、釣り後さえも、すぐ足元見れるんで、これでまずは様子見てみたいと思います。で着水と同時にラインをテンション保ったまま海面つけてやって、風が強いんで今ラインが結構はらみやすくなってるんで、なるべくラインが一直線上になるように、でレールを起こしてフリーにして起こしてきます。でドロー4 3.55 ノーマルがだいたい 1m3秒ぐらいなんで、単純に30秒、立てば、30秒でだいたい 10m 近く、入るんで、カウント取って、中層大体20秒ぐらいすれば、大体7メーター前後はなるとは思うんで、ここでしゃくります。で大体3回から5回しゃくって、しゃくりの強さにもよるんですけど、2メーターぐらい上げたなと思ったら、3秒で1メーター沈むんで6秒待って、で元のレンジに戻ったところでもう一度しゃくって、同じ上げて落として上げて落として同じレンジをこう引いてくるような、そういった形です。風がなかなか強くてラインもはらんで、ちょっとうねりと風でなかなかやりづらい状況ではあるんですけど、潮はそれなりに効いてますね。朝一風高いイカがいれば、割と中層で抱いてくると思うんで、あんまりそこを落とさずに中層狙って、で一通りやって反応なければボトムに、ちょっとシフトしていくんですけど、なんで中層探りながら潮が効いてるかどうかで、潮を効いてるレンジに合わせてしゃくって引いてくるような感じなんですけど、水深は結構ありそうな感じなんで、もうすぐ数メーター先から水道になってこう深くなってるんで、多分8メーターから少し沖はもう10メーター以上あるとは思うんですけど、雰囲気はあるですね。これが、ドロー4 3.55 ノーマル、カラーが、パープルチェックマーブになります。ケイムラも入ってるんで、ちょっと香料出てきたところで、デイで非常に、実績のあるカラーになってるんで、これで探ってみたいと思います。秋から冬にかけてのイカ非常に活性高いんで、結構春と違ってアクションも大きめにしゃくってやってアピールしてやって、大きくダート出したりジャンプしてアピールした方が、広範囲にそのアピールできるんで、それでなければ、ちょっとダートの幅を変えたりしゃくり方を変えて、探っていくんですけど、で反応がその時の状況で反応がいい、パターンとかしゃくり方があると思うんで、複数杯出ればそういった使い分けもできるんで、朝探ってる状態は広範囲探りたいときはしゃくりも割と大きい方がいいと思います。はい、本日使用しているドロー4を紹介します。ドロー4には4つの引き出しがあります。1つは 3D ダート、横だけではなく縦も入れて、できる限り前の方向を押さえたダートアクションになってます。
フラッシュジャンプになります。大きく跳ね上げることによって高くジャンプすることが特徴になります。ホバリングスライド、テンションかけることによって斜め45度を維持したままスライドすることが可能です。これによって床に食わせの間を作ります。バンジーフォール、かかっていたテンションを抜くことによって急降下、胃が直角に急降下することになります。これで先ほどのホバリングスライドでスイッチが入らなかった床に対して急降下することによって捕食のスイッチを入れます。ダートやジャンプに特化した襟っていうのもあるんですけど、この4つの動きを高い水準でアングラーのロットワーク次第でアクションができるっていうのが最大の特徴になっています。また使用毛も非常にいい構造になっているんで、潮の効いてる効いてないだとか流れてるといった情報もいち早く捉えられるエギとなっています。非常に使用していてエギングが楽しくなる設計になっています。皆さんもドロー4を使用してエギングを楽しんでみてください。こちら 3.5 のディープになってます。進化がちょっと厚くなっ てウェイトが重くなってるんで、まあノーマルでちょっと風が強かったりした時に、ディープで、まあ、ちょっとそれをカバーする補うっていう形になるんで、ちょっと沈下も速くなるんですけど、こういった風が強かったりうねりがある時は非常に有効なエギになってます。今なんかちょっと当たってるの感じしましたね。エギングのこのゲーム性とやっぱ魚じゃないんで、それの釣れた時のジェット、やっぱトルク感のある引きがやっぱやみつきになるんですね。その当たりを取る楽しさと、やっぱこのエギを操作する楽しさと、でやっぱイカっていう独特の引きと、でやっぱオリイカ食べてやっぱ美味しいんで、そこにもうほんとエギぐらいの進行みたいな、あれ、まあ、堤防からも磯からもそうなんですけど、ああいうのやっぱちらほら見えてくる時に釣れるんで、さっきまで本当何も魚もあるものけなかったのがあって見える範囲で出てくると、ちょっと状況的にいい方向行ってるかなとは思うんですけどね。新子サイズですけどね、小さいやつが 3.5 号のエギに対して追尾してきたんで、非常に小さいんですけど 2.5 号、のパープルチェックマーブル、まあ、サイズを一気に落として、まあ、一番小さい、ドロー4の中で一番小さいサイズになるんですけど、これで抱いてくれればいいと思うんで、ちょっとやってみたいと思います。いっぱいいるっすいっぱいいるけど、もうちょっと詰めてこないっす。釣れました。ちっちゃいですけど、いいよ。ほんと進行ですね。今浅い方を狙って根の上引いてきたら、このサイズがいっぱい追尾があったんで、まあ3号、3.5 号じゃ抱き切らないんで 2.5 に、下げて、まあそこで抱いたって感じだったんで、もうほんと完全に秋の進行の再投資ですね。足元まで追いかけてきて、まあ、しゃくって止めて、スッて抱いたって感じだったんで、まあ、本当、秋イカらしい感じです。まあ、だけど、こうやって目で見ると、やっぱ、楽しいですからね、イカの反応。この、抱くか抱かないか、微妙な駆け引きが、じれったいけど、やっぱ楽しいですね。製品の紹介させていただきます。こちらが大縄張から発売されているスリーベイランガンバッグとなっています。非常に、コンパクトな設計なんですけど、収納力も多くて、ランガンする際には非常に便利なアイテムとなっています。一番、外側のポケットを開けると、3.5 号のエギが最大で、10本、入ることになっています。で、2つ目のチャックを開けると、このように、各ポケットで、区切られて小物が収納するようになっています。で、最後背面の方のポケットもファスナーがついていて、ここにリーダー等の小物も収納できるようになっています。
非常にコンパクトなんですけど、収納力も良くて、ランナーする際には非常に使えるアイテムとなってます。でまたエギングだけじゃなくて、ジグとか小さなルアーも入るんで、ライトゲームにも、非常にエギングに関わらず使える商品となってます。ぜひお使いください。今車両のエリアからまた深間の方戻ってきて、ちょっと風向きは、悪いんですけど、もう一度号数上げて 3.55、ノーマルパープルチェックマーブルで、こちら打ってみたいと思います。ボトムで狙ってます。時折レンジ変えながらで潮を効いてる効いてないっていうのを注意しながら、そんな感じでやっています。あ、詰めた。うねりが風もあるんですけど、やっぱボールも安定させたいっていうのと、風の影響を受けにくくしたいっていうので、サイズ的には3号使いたいんですけど、やっぱ 3.5 で今やってますね。まあ車両でもボトム落としてボトムにステイさせたりもするんで、中層を狙うときはやっぱカウントとテンションと、まあ、そういうのを結構意識してやってます。ボトム狙うときはもう完全にこうボトムをこう這わせるような形でステイさせたり、まあ、直球でちょっとジャンプさせたり、そういった形でボトムにあまり離さないっていうのを意識してます。もうそろそろ塗装屋さんの迎えの終了の時刻が近づいてきたんですけど、今日予報もあいにくの予報で、風とあと外洋からのうねりも、ひどくて磯貝もちょっとできない状況で粘ってみたんですけど、ただ初めての熊野の磯でいろいろ悪条件ながらも試行錯誤してエギングとしては非常に、楽しめました。またそうですね、天気のいい時にもう一度この熊野の磯に、リベンジして、まあ、釣果はちょっと残念だったんですけど、また熊野の磯にリベンジしたいと思います。お疲れ様でした。今日初めて、熊野の沖磯の方に、上がったんですけど、あいにくの予報で釣果の方はちょっと残念な結果になってしまったんですけど、まだまだ、水温も高いんで、これから年末にかけて、水温の低下とともに、デイのゲームから、ナイトの夜の、ゲームが、主流になってくると思うんですけど、まだまだ、狙える時期なんで、皆さんもドローホーを使ってエギングを楽しんでください。今日はありがとうございました。